海外、日本はうまくやってたのに。海外メディアが伝える菅総理の退陣理由に世界が称賛。お疲れ様です。日本の総理大臣と言われると、皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。頼りない、国民のことをあまり考えていない、などといったことを考える方が多いのではないでしょうか。もちろん、頼もしく総理としての役割を全うされた方もいらっしゃいます。しかし近年ではあまり期待していないという方も多いことかと思います。失礼ですが、それが国民の本心なのではないでしょうか。しかし海外の方の目には違った見え方をしているようです。菅総理は3日午前の自民党役員会において今月に予定されている党総裁選に立候補しないことを表明、総理大臣も退任することになりました。自民党総裁選挙は今月17日に告示され、29日投開票の日程で予定通り行われる見通しで、すでに岸田前政調会長が立候補を表明し、高市前総務大臣や河野規制改革担当大臣などが立候補への意欲を示しています。菅政権はワクチンの迅速な確保、携帯料金の値下げ、後期高齢者の保険料負担の引き上げ、不妊治療の保険適用デジタル庁の創設など、この1年で未来を見据えた政策を実行してきましたが、世論調査では新型コロナ対応などに支持が集まることがなく、 A フィナンシャルタイムズや米公共ラジオ局 NPR、米ブルームバーグなど複数の海外メディアがコロナ対策の失敗が退陣に大きく影響したと伝えているのですが、多くの外国人の目には特に日本の感染者数があくまでも相対的にですが少ない点などを考慮すると、退陣は強い責任感の表れと映ったようで、関連記事のコメント欄には称賛の声が殺到しています。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。日本の首相がコロナ対策に責任を感じて退陣か、俺たちの方がはるかに状況はひどいのに退き方が立派だと感じた、尊敬に値する。政治家が自分の仕事に責任を感じて退く、そういった良識を持っている国は日本を除いて他にはないんじゃないだろうか。日本人特有の名誉の価値観だね。国民からのサポートと信頼を勝ち取れていないと感じた。だから自ら身を引いたんだ。政治家が自分の責任を痛感して退くとは、こっちでは絶対に起こらないことだ。ジョンソン大統領はベトナム戦争の政策に責任を感じて、日本の首相と同じように自ら退いたよ。日本の首相にはロックダウンの権限はない。そして日本の各都道府県は適切に選出された各知事によって管理されている。その中でも首相は責任を感じたのだろう。日本の一人当たりのベッド数はこっちの5倍以上、妥当なレベルでワクチンの接種も進んでる。世界が正常な状態に完全に戻る前に、これ以上何を望むのだろうか。どうしてなんだ。政策に失敗するたび政治家が辞任をしていたら、この世界に政府なんて残らないじゃないか。僕の国の在り方と比較されてしまうな。コロナ対策に責任を感じて首相を辞任するとは、こんなことは俺の国では起きないだろう。日本は対策をうまくやってたのにな。少なくとも諸外国と比べたらはるかに責任感と高潔さと良心と威厳がある。リーダーの模範的な姿、ちゃんと自国のことを考えてるからこそだ。こういったニュースが聞けるのは世界広しといえども日本からだけだろうな。トップの在り方がその国を偉大にするんだ。このニュースはそのことを示してるよ。倫理観と責任感があの国からはまだ失われていない。
立派な振る舞い。日本人はその言葉の意味を理解してるのさ。支持率の低下が一番答えたんじゃないかな。散々な支持率は関係ないと思うけどね。彼はコロナ対策でよくやってたと僕は思ってる。コロナ対策に責任を感じて辞任。そんな責任感のあるリーダーが僕の国にもいればよかったのに。名誉心と恥、この2つは日本でかなり大きな要素なんだよ。なぜ辞める代わりにより良い政策を打ち出そうとしないんだろう。個人的には楽な道を選んだという印象だ。こんな政治家がいたなんてかなり新鮮な気分。これが日本人のやり方であり彼らの文化なんだ。日本が豊かで安全な国として成功したのはこういった責任感が影響してるんだと感じたよ。いかがでしたか。冒頭でも触れたように日本の政治家は正直なところ頼りなく見えてしまう部分があると思いますが、今回寄せられたコメントに目を通してみると、責任感を感じて辞任する姿は立派という旨のコメントが多い印象を受けるので、物は考えようだと思いました。ただなぜ辞める代わりにより良い政策を打ち出そうとしないんだろう。個人的には楽な道を選んだという印象だ。こちらのコメントもまた印象的に感じました。責任感を感じたため辞任するという捉え方ができる一方で、逃げているように見えている方もおられるようですね。菅首相の本心はご本人にしかわからないことですので、実際のところはどうなのでしょうかね。仮に日本で暮らしている、あるいは暮らした経験のある方がコメントしているとすれば申し訳ないのですが、今回のコメントを読んだところ、日本を客観的に見ているという印象を受けます。もし十数年あるいは数十年日本で暮らしている外国人の方に、日本の政治家をどう思いますかという質問を持ちかけたら、今回のようなコメントとは違った意見が聞ける可能性もあるのではないでしょうか。皆様はどうお感じになったでしょうか。ご意見やご感想などいただけると動画作成の励みになります。この動画が良かったよという人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回お会いいたしましょう。